国際スケート連盟 ISU は日本時間30日10月下旬に開幕するフィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ全6戦のエントリー選手を発表した勝負の北京五輪シーズン2期ぶりの GP 参戦となる五輪に連覇王者の羽生譲る26イコール ANA イコールは第4戦の NHK 杯 11月12から14日。東京と第6戦のロシア杯、11月26から28日。そちに出場。2戦のポイント上位6人で競う GP ファイナル。12月9から12日。大阪に進出すれば。五輪最終戦公開となる。見込みの全日本選手権。12月22から26日。 埼玉を含めて1ヶ月半で最大4戦をこなすことになった。ピョンチャン五輪銀メダリストの宇野昌磨23イコール豊田自動車イコールは第1戦のスケートアメリカ10月22から24日ラスベガスと NHK 杯21年世界選手権銀メダリストの鍵山優真 18イコール制作国際高横浜イコールは、第3戦の中国杯、11月5から7日。10系と第5戦のフランス杯、11月19から21日。グルノーブルに決定した。女子は、キ平ラ花18イコールトヨタ自動車イコールは、第2戦のスケートカナダ。 10月29から31日。バンクーバーと NHK 杯に入った。ハニューユズルは NHK 杯とロシア杯フィギュアの五輪シーズン国際スケート連盟 ISU は29日。フィギュアで北京冬季五輪シーズンのグランプリ GP シリーズ6戦の出場選手を発表した。男子で五輪2連覇のハニューユズル ANA は2期ぶりに参戦し、第4戦の NHK 杯、11月12から14日、東京と第6戦のロシア杯、11月26から28日、ソチに決まった。女子の木平ラ花、トヨタ自動車は、スケートカナダと NHK 杯に出場。世界上のアンナ・シェルバコは、ロシアは、中国杯と、フランス杯に入った。 シリーズ上位6人が GP ファイナル12月9から12日大阪に進出する。昨季は新型コロナウイルス下でファイナルなどが中止になった。羽生譲るの初戦は NHK ハイペキン五輪シーズンの GP シリーズ出場選手発表国際スケート連盟 ISU は29日、日本時間30日。 22年北京五輪シーズンのグランプリ GP シリーズ出場選手を発表した20から21年シーズンの全日本選手権を制した男子の羽生譲る26イコール ANA は第4戦 NHK 杯東京国立代々木競技場と第6戦ロシア杯そっち女子の木平里香18イコールトヨタ自動車は 第2戦スケートカナダ、バンクーバー。第4戦 NHK 杯となった。シリーズ上位6人が GP ファイナル12月9から12日。大阪、東和薬品ラクタブドームに進む。日本勢と、主な海外勢の出場試合は以下の通り。第1戦スケートアメリカ。 10月22から24日。ラスベガス男子チェン、米国。宇野昌磨、トヨタ自動車。佐藤俊、富士コーポレーション。上米国女子トルソワ、ロシア。宮原里子、木下グループ。坂本香織、シスメックス。横井優愛、な、中京大ペア三浦秋季。 木原隆一組、木下グループ、アイスダンス小松原美里。小松原岳組、倉敷 FSC、第2戦スケートカナダ。10月29から31日。バンクーバー男子チェン。ブラウン、米国。田中啓治、倉敷 FSC。山本草太、中京大女子トゥクタミシェワ。 コストルナヤ。ワリエワ、いずれもロシア。キヒラ・リカ、トヨタ自動車。樋口若葉、カバ、明大第3戦中国杯、11月5から7日。重慶、男子金白用、中国。鍵山優心、星砂国際公横浜。友野和樹、セントラルスポーツ女子シェルバコア、ロシア。 三原舞、シスメックス。宮原佐子第4戦 NHK 杯。11月12日から14日。東京、国立代々木競技場男子羽生譲る、ANA。宇野昌磨女子トルソワ。木平梨花。坂本香織ペア三浦昭樹。木原隆一組、アイスダンス村もお隣、中。 高橋大輔組、神大 KFSC 第5戦フランス杯、11月19から21日。グルノーブル男子、鍵山優真。佐藤春。エモズ、フランス女子シェルバコワ。コストルナヤ。樋口岩カ明大第6戦ロシア杯、11月26から28日。 そち男子羽生譲る。田中刑事。友野和樹。こりゃだ、ロシア女子トゥクタミシェワ。ワリエワ。松尾入りの、愛知、中京大中京校、GP ファイナル、12月9から12日。大阪、東和薬品ラクタブドーム。次のオーディオビデオでお会いしましょう。